はい、すっかり寒くなりましたね。今回おすすめしたい YouTube チャンネルはバクちゃんさんの ADA の解説ですね。まあ、元々私もですね、暗号通貨そして ADA、 これをね心底惚れ込んで、まあ、購入したわけなんですけども、こちらの方で、ADA っていうのは人気がありますから、私の情報発信を受け取ってくださる方がいたというね、暗号通貨ニュースの中の ADA ニュース、こちらを見て私のチャンネル登録をしてくださった方もいるんではないでしょうか。で、現在ですね、ADA は私は仕込みが終わったんで、特に情報発信もしませんし、ADA を応援していこうみたいな動画もね、上げてないんですけども、心は同じなんですよ。ADA をしっかりと応援していきたい。ADA の動きがものすごくいいなと思うわけなんですよ。いろんな ICO が発表されましたけども、未だにですね、毎日のように情報が更新されてるのって、ADA ぐらいなんですよね。他はどうしたんでしょうか。なんかね、あっという間に消えていったんではないかなと思いますけどね。去年の今頃を考えてみると、1年後もね ADA っていう情報がどんどん出てるってなかなかね、私は思ってましたけども、多くの方が消えるコインの一部もしくは利確して終わりみたいなね、そんな、まあ、薄っぺらい想像していたのかもしれませんけども、未だに続いてるんですよね。薄っぺらくないですね。ということで今、まあ、最もですね ADA の解説をものすごく分かりやすくしてくださっているのが、まあ、渡辺瑞香さんのね、YouTube チャンネルでもあるんですけども、翻訳 YouTuber さんですよね。このバクちゃんさんもですね、それに並ぶぐらいの重要な説明をしてくださってます。で、バクちゃんさんも、まあ、英語もね、できますし、それからニュース解説がすごく分かりやすい、で、タイトルの付け方もむちゃくちゃいいんですよ。タイトルもサムネイルもものすごくいいと思います。これね、やっぱりこれをね、2017年か18年にやっていったら、もう私なんて及びもつかないぐらいね、スーパーチャンネルになったと思うんですよ。で、今でも全然遅くないです。そして私が今回言いたいのは、こういうことをしろってことなんですよ。こういうね、サムネイル作って解説を自分の考えでやっていく。で、毎日のようにニュースを更新していく。こういうふうなことが信用を作るんですよね。毎日情報発信してると、本当にね、このね、ザイオンス効果って言って、見てる人っていうのはものすごくね、安心感と依頼心を抱くようになるんですよ。で、バクシャンさんの方にも ADA の質問とか来るようになると思いますから、その質問に答えたようなね、そんな動画をこれからも作ってくださるんではないかなと思います。で、バクシャンさんね、そのね、動画の作り方がむちゃくちゃ誠実で、真面目なんですよ。ほんで、まあ私がね、いろいろとお話しさせていただいて、動画のクオリティも上がってますし、まあ、とにかく ADA の方はね、もう私がワクワクして毎日見るような感じです。私の方がもう、このね、バクちゃんさんのファンになってるような感じですね。皆さんもね、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録をね、ポチッポチッポチッとやってみてください。必ず、この私のチャンネルを見てる方だったら、ADA とか暗号通貨とか投資とかね、そういうのにお金とかに興味があるはずなんで、バクちゃんさんの動画を見るのはもうドストライクなんですよ。ぜひ、チャンネル登録お願いします。それでは、以上です。